はい、白馬八方尾根スキー場の近くの須佐神社です。ほとんどスキー観光客という中で今日1日ちょっと行ってきたいと思います。駐車場なんかあるっぽいんですけどね、どこだかはちょっとわからないんで、手水の前あたりですかね。スキー観光した人たちがおそらくそのまま初詣に来てるんじゃないかなと思うんですけど、白馬村この辺の民宿の発祥の地ということで、ね、外国語おみくじもあるの、そうなんだ。英語、台湾語、中国語、韓国語、全体語だそうです。観光対応さ。階段気をつけなきゃいけないですね。雨の日は滑りそうですね。ちょっと階段崩れてますけど大丈夫でしょうか。ちょっと一部崩れてます。 OK ですね。今日正月なんでパンパンと。最近ね、外国内人の人も結構多いですね。白馬村のスキー場特に海外の人が多い。ちょっと髪はしゃかりますね。後ろで仕方レクチャーしてますね。